疲れお疲れーあーうめーねーおいしいねあれおつまみなくなっちゃったねおーなんか買ってこよっかいやありものでちゃちゃっと作っちゃおうようーありものでおつまみ作るの料理上手っぽさありねひまりちゃんは普通のベーコンとスモークベーコンどっちがいいスモークベーコン了解じゃあ始めようかスモークタイムをまあ、最初にざっくり設計図を描きました燻製器は基本的に器の中で木片を熱して煙を出してそこに食材を入れれば OK ですケバブ機の時に予備で用意しておいたペール缶を使うことにしました単純にガスコンロに缶を乗っけてスモークチップを炙ってもよかったんですがせっかくなので電熱線を使って完結型にしちゃった方が楽しそうだったのでそうしますそれでは工作を開始しますまずは電熱装置の作成です耐熱レンガに刻み目を入れてそこにニクロム線を這わせます耐熱レンガを削って出てきたこの粉がさ刻み目を沿ってさーって流れていくの見るの気持ちいいなずっと見てられるなこの作業結構私好きだなずっと刻みたいよし、OK そしてできた熱源を耐熱ケーブルに結線ケーブルの間にはオン・オフのスイッチを挟みます耐熱ケーブルを結線するためにほどいたんだけどこれ難しいね中の線を切らないようにするために何回もやり直しましたまだまだ修行が必要ですねの加工に行きます電熱装置を入れられるようにコードを通す穴を開けます今回はリューターがあるのでとっても楽ちんです使い方には気をつけましょうねよし OK そして本体にネジをつけてとりあえず網を置けるようにしますネジ止めもしやすいようにオートポンチで跡をつけますこれがバンバンってなるのがね、すっごい楽しいんだよねよし、OK そして、ペール缶の下側には電熱線やスモークチップの様子を見たりチップの追加もできるように扉をつけることにしましたリューターはとっても便利だけど使い方を誤ると危険なものなので緊張感のある作業ですねあー、今回の穴はちょっと大きいから疲れるなけどもうちょっとだ頑張れーよし開いたーあーさっきより大きい穴だから達成感がすごーいよしこれをよし OK あとは天井部分の蓋に取っ手を取り付け取っ手用に何かいいものがないかなと思ってたんですが秋葉原に行った時メタルフィギュアのクマちゃんを発見したのでこれを買ってみました可愛いでしょう UFO を乗り回すクマちゃんいいねそして蓋の裏には魚とかでかいベーコンとかソーセージもぶら下げられるようにフックをつけることにしましたと思ったんだけど、ちょうどいい部品がないな。この S 字フック、曲げたら使えるかな。おりゃ！よし。あ、ちょうどいい！よかった！よし。そして、この隙間がちょっと寂しいので、ロゴを作ることにしました。よし。切り抜くぞ。結構時間かかるなこの作業。細かいところをカッターで切るの難しいな。あ、1時間も経っちゃった。ピュン。よし、これをうまくいってくれよ。
乾いたら剥がすぞ。よし、そろそろ乾いたかな。お、かっこいい。よかった。ケバブ機の時はなかったけど、やっぱりロゴがあるとめっちゃかっこよくなるな。よし、今後も使っていこうっと。そして最後に木の足もつけることにしました。耐熱レンガもあるのでなくてもいいかなと思ったんだけど、やっぱりねちょっと危ないかなと思ってつけます。よし、オッケー。そして温度計も突き刺します。これがあると一気にそれっぽくなったな。これで温度管理もしっかりできますね。完成。今回はクマちゃんがついてたり、温度計もついてたり、ロゴもあるからめちゃくちゃかっこよくできた。よーし、今度は動かしてみよう。今回はチーズを2種類とナッツ、それに切り落としベーコンを燻製します。よし、すぐに煙は出ないんだな。待つか。いやー楽しみだな。これをつまみにひまりちゃんと酒を飲む。うまいだろうな。お、電源を入れてから10分ぐらい経ったけど煙が出てきた。ちょうど今は80度ぐらいだね。うん、もう少し待ってみよう。お、そろそろ煙が出なくなってきたな。だいたい煙が出始めてから20分ぐらいってことは30分ぐらいか。30分ぐらい経つとチップが燃え尽きる。あ、燃えるっていうか燃えてはないんだけど。よし、開けてみよう。じゃじゃーん、完成。とっても美味しそうだ。よし、ひまりちゃん待っててね。今行くぞー。ひまりちゃん、燻製タイム。いや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 、おかえり。いや疲れた。何してた？燻製器作ってた。燻製器、うん、あ、それでできたのがこれ？そう。おお、え、美味しそう。いい匂いしてるでしょう。うん。はい。これ食べていいのか？うん。おかわりもあるよ。おお、ベーコンおいしい。今回燻製器を作ってきて、最初に用意した網がちょっとねサイズが合わなかったりとか、それを力技で曲げてみたり、最終的にはぴったりなものを見つけたんだけど、ウッドチップのお皿の距離感がちょっと難しくて、熱源とお皿の距離感がどんなもんかなと思ってさ、最初は話してたらなかなか危ない危ない危ないよ。うんうん、なかなかね煙が出なかったりして、直接置いたらウッドチップそのものが燃えてしまったりとかね。大変だったね。調整が難しかったんだけど、まあ、用意しておいた五徳を使ってちょうどいい具合に調整できたりね。それだとだいたい10分から15分ぐらいで煙が出たんだけど、まあいろいろ苦戦もしたけどちゃんとスモークできてよかったな。何分くらいかかるの？全部で30分ぐらいだね、イブスのは。通りでめっちゃ待ったわ。ねー、お待たせ。でも待った分美味しいでしょ。美味しい、ね、チーズ美味しそう。チーズね、美味しいでしょ。2種類あるからどっちが好きかな、ひまりちゃん。どっちも食べていいのか。いいよ、おかわりもあるよ。やったアップデート的な部分だと、もっと網の段を増やしてね、一気にいっぱい燻製できるようにしたいなっていうのと、ほうほうほう、チーズはね、そう美味しくいぶせるんだけど、カマンベールのチーズだとドローンって溶けすぎちゃったりして、そう、それだとね、アルミホイルを敷くべきだったなとか、いろいろ改善点はあったんだけども。でも美味しいよ、うん、美味しいでしょ、うん、よかった。もう先にさ、おかわりの分作っとこうぜ。あー、今のうちにいぶしとくか。うん、いいねいいね。サーモン、サーモン。あ、サーモンも美味しいよね。うん、うんうん、もっとこうしたら良くなるんじゃないかというアイディア募集してますので、コメント欄にお願いします。お願いします。いやー美味しいね。美味しいね。わいやあ、燻製器あってよかったよ、うん、燻製器があって幸せだな。わあ、はっ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 は。チャンネル登録ボタンを押して、つくるちゃんをゾンビの群れから助けよう。助けて女子くん。チャンネル登録ボタンを押してシャッターを閉めて。
噛まれちゃう、あ、噛まれちゃう、あ、助かった。